おはようございます。最終日の朝です。最終日じゃないか、今からバンコク行きますね。兄弟のね、主導権はもうすでによっちゃんが握っていますね。これ携帯を取り上げるとね、ギャン泣きするんで、お兄ちゃんも手を出せない状況になっています。そう、これちょっとね、よっちゃんの気に触らないとね、めちゃくちゃ泣くんですよ。やっぱ末っ子がね、賢くなっていくっていうのはなんとなくわかりますね。今日は、朝からバンコク行って、バンコクに一泊して、観光したいと思います。アイス売りが来たのでアイスを食べてます。もうこの辺ではね、ゴミの収集とかないので、全部こうやって燃やしてるみたいですね。なんかヤシの木の葉っぱを下に置いて、まあ、ひたすら燃やすと。煙がすごいですけど、エコですね。それではですね、愛しの我が家ですね、さよならをして、今からバンコクに行きたいと思います。コラートまで、コラートって県庁所在地みたいなところですね、ここの県の。コラートまで、車で連れて行ってもらって、コラートからバスに乗って、だいたい4時間ぐらい頑張りたいと思います。ポラートのバスステーションに着いて、バスに乗り込みました。もうギリギリで1時の便に乗ったんで、もうバスステーションを通り決まらなかったんですけど、結構ね、席は広々で、ただ揺れがすごいですね。バスの旅を楽しみたいと思います。はい、到着しました。バンコクです。ここがね、バンコク最大の、バスステーションですね。モーチットという場所ですね。若干空港みたいな雰囲気ありますけど、まあ、ここから空港までもね、まだまだあるんですけど、まあ、だいたい空港からここ来て、ここから地方までバスで行くというのが、まあ、一般的な流れです。今回行くときはね、来たときはお兄さんが迎えに来てくれたんで、バス乗らなかったですけど、まあ、今回帰りはね、バスで来たので、ここに到着しました。ああ、すごいですね。平日のこの時間から、昼間から、すごい人がいっぱいいます。バスの値段はね、僕が住んでるところがコラートというところですね。バンコクからコラートまでで、だいたい200バーツ。だいたいというか200バーツですね。で、それにお水とハンバーガーが、マクドナルドのハンバーガーが1個ついてて、まあ、200バーツですね。日本円に換算すると800円ぐらいです。昔は600円ぐらいだったんですけどね。今は800円ぐらいです。まあ200バーツ、子供も大人も関係なく、席の料金ということで、まあそれぐらいですね。それぐらいだいたい、まあだいたい4時間ぐらいのバスで移動することができます。タイにはですね、もう至る所にこの王様の画布が飾られていて、田舎でもいろんなところで見ることができます。まあ、知ってる人は知ってると思いますけど、今の王様は他に人気ないんですよ。前の王様が良すぎたというか、まあちょっとね、いろんなスキャンダル的なことも多いんで、あまり良くは思われてないみたいですね。そのおかげでまあ今ちょっと政治が混乱してるみたいで、ボダボダしてるみたいです。でね、やっぱり南の方が危険みたいですね。軍が強いみたいで、プーケットとか、リゾート地になるんですかね。ああいうところがちょっと危ないと、まあ一般的には言われてますね。ただまあ観光客が普通に、観光して危ないということはないとは思いますけど、まあ僕らが住んでるのは、まあ東北地方、イーサン地方と言われるものなんで、まあ比較的穏やかな場所になります。それではこれからタクシーで、空港の近くの、ホテルに行きたいと思います。すごいビルがね、すごい立ち並んでますけど、なんか反対側見るとね、そんなに、なんか綺麗じゃないというか、まず、家はいっぱいあるんですけど、泣いてます。何もそこは偉いの？なんか、もう、綺麗なところとそうでないところがすごいなんかこう、対照的というか、なんか日本はまあ、なんかまあ全体的に全部綺麗みたいな感じですけどね。車もね、もう日本製がかなり多いです。トヨタ、日産が多いですかね。はい。バンコクを過ぎると、
キロ出ましたけど、20キロですよ。20キロで1時間ぐらいかかると。まあ、それでも結構だと思うんですね。すぐ、空港近くのホテルに着きます。タクシーで1時間、ようやく着きました。なんか、すごい、寂れた感じですけど、なんかホテルはなんかすごい立派です、綺麗です。今ちょうど着いたとこですけど、目の前には、はい、プールがありますね。もう子供らはまだ入ったらあかんで、はい、今からちょっとプールで遊びたいと思います。まあホテルはめちゃくちゃ綺麗ですね。うん。ホテル違うね。うん。もちやね。まあ綺麗です。もちゃうね。はい。ホテルもちゃう。これがね一泊5000円ですね。2泊で1万円。まあまあそんなもんでしょう。まあ、バンコクでは安い方みたいですけどね。まあ外はね。なんですかねこれ。これは家なんかな。よくわかんないですね。はい、こんな感じです。それではちょっとご飯食べてプールで遊びたいと思います。寒い。一日中車とかバスだったんでちょっと気持ちいいですね。卓球もできなかったし、はあ、もうちょっと泳いで帰って酒飲んで寝たいと思います。近くの、市場まで、バイクで連れてってもらいます。これが一番安い方法らしくて、3人乗りで行きます。第1便は僕とユータと運転手さんの3人で、はい、読んだらすぐ来てくれて、まあ、近くの市場なんで、まあ、5分10分のもんなんですけど、タクシー呼ぶほどでもないんでバイク便でもらいます。ここで日本ではやってはいけないほどやってるこの開放感いいですね。気持ちいい歌。はい、バイク便で、定食屋さんにやってきました。バイク便はね、だいたい120円ぐらい、100円から120円ぐらいで、50分ぐらいの場所で来てくれます。バイク気持ちよかったです。今から、まあ、適当にご飯食べたいと思います。まあ、チャーハンとなんか炒め物と豚の揚げ物と野菜、これ魚ですね。あとソムタムですね。はい、とビールいただきます。食後の散歩をしています。さっきのね、あのご飯は650バーツぐらいでだいたい2600円ぐらいですかね。まあビール2本、瓶ビール2本つけてその値段なんで、まあ日本よりはまあ確かに安いですけど、まあそんなに安いなっていう感じはしないですね。うん、もうまあ日本が、ね、安くなってるっていうのもありますけど、まあ、そんなにバンコクね、安いっていう感じないですよね。でも、こんなね、悪路を歩かないといけない。割には結構高いな、という印象があります。若いお兄ちゃんが料理してます。まあ、
例えば顔万がいとかだったら、あのここやったら50バーツぐらい、大体200円ぐらいしますけど、僕らが住んでるオラートっていう田舎の方やと、まあ、大体半分ぐらい、大体ね、あの 料理とかそのご飯の値段が田舎行くと半分ぐらいなんですね。いやー、なんかそれも日本ではあんまりないですよね。東京で1000円ぐらいの定食が田舎行ったら500円になるってことはあんまりないんじゃないかな。結局日本っていうのはどこもなんか似たような料金で、はい、まあ安いとか高いとか置いといて、その地域によってそんなに値段がね半分になるってことはないんですけど、まあバンコクの場合はやっぱりあのバンコク一極集中でものすごい物価が高いんですね。だからバンコクで生活してたらはっきり言って大阪よりもちょっとしたお金かかるかもしれません。でもまあね、街のレベルというかね、その例えばこういうね、あの手が行き届いてるかなんていうことに比べたらもう比べ物にならないし、まあバンコク住むんだったら大阪住む方がよっぽどええなという印象ですね。それではまたバイク捕まえて帰ります。イエーイ。帰りは翔太と一緒にバイクです。行きはねホテルまで4番で、30何バーツかかりますけど、帰りはまああの通りに出てたんで通りのあのバイクを拾ったんで20バーツ、だいたい80円ぐらいですね。80円ぐらいで、まあ、あの家に連れて帰ってもらったらまあ便利やなと思います。ちょっと気持ちいい。はい、バイク便80円で送ってもらいました。気持ちよかったな。なんかなんで日本にバイク便ってないんでしょうね。まあまあいろんな理由は考えられますけど、めちゃくちゃ便利です。もうちょっとね、例えば大阪だったら、例えばな梅田から難波まで帰りたいとか、難波から天王寺ぐらいまでか、まあ梅田から天王寺もいいですわ。バイクめちゃくちゃ楽ですよね。あの渋滞もないし、風気持ちいいし、シューって行けるし、もうタイはもうバイク便ずらー並んどって結構な人数が利用してますね。仕事帰りの人とかが家に帰るのにバイク便、1人まあ2人ぐらいまでは乗れるんで、まあ人数は交渉次第でしょうけど、タクシーのもう半額以下でしょうね多分、半額以下で、もし日本でもタクシーの半額以下で1人でパッとバイクで送ってくれるバイク便があればもうすごい便利やなと思いますけど、まあまあ無理でしょうね、はい、いやそういう感じで今日はこれにて、ホテルで寝たいと思います。明日はですね、いよいよタイ最終日になりますんで、明日はね、僕のまあ個人的な見たいものいっぱいあるんで、バンコクでそれを見て帰るという感じになりますけど、まあなんか撮れるものがあったら撮りたいと思います。それではおやすみなさい。